皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。今日の動画は久々の激辛シリーズでございます。イエーイ。今日食べる激辛商品はじゃじゃーん、スガキ屋さんのカラカラウオでございます。じゃあ、ちょっと開けていきましょう。あ、お湯沸かします、セッサン。ぽい。でね、このカラカラウオは豚骨魚介激辛って書いてあって、もう豚骨も魚介も大好きで、特に私魚介系のラーメン大好きだからすごい楽しみ。しかも太麺って書いてあるし、なので早速作っていきたいと思います。オープン。お、あー危ない、全部開けちゃうところだった。全部開けちゃうところだった。はい、まず後入れ粉末、液体スープ、アホギやべえな、火薬入りスープの素、まあ、3つ入ってます。麺はこんな感じで。あ、そしてそして大事なところですね。カロリーはやっぱ辛いのって高いよな。カロリー492キロカロリー、だいたい辛いやつって500キロカロリーぐらいあるんだよね。はい、まあいいや。あ、ちょっとお湯が沸いてる。蓋を半分まで剥がし、半分以上いっちゃったけど、火薬入りスープを入れ、熱湯、液体を蓋の上で温めて4分後、液体とスープ、液体スープと後入れ粉末スープを入れ、液体スープと後入れ粉末があとね、液体スープと後入れ粉末があとね、これを先に入れます。いやー、久々の激辛シリーズ楽しみだな。どんだけ辛いのかな、ニヤニヤしちゃうわ。うん、のこの火薬入りスープの素自体も結構辛い匂いします。赤いでしょ、赤っ、オレンジ。あー、でもお腹減ったかな、マジ。朝ごはんですよ、朝ごはん。はい、入れました。じゃあお湯を入れます。うん、美味しそう。これで4分待ちます。はい、じゃあ4分待ちしてる間に、今日も結構ビビってるので、辛いものの音も、助っ人は、はい、こちら豆乳でございます。お家で激辛シリーズやるときは絶対これ飲んでて、しかもこれはね、体重公開ダイエットしてる時毎日飲んでたから、すごいダイエットの味、私にとっては。はい、豆乳。あと今日は生卵なんですけど、私最近すごいハマってるのが、辛いラーメンとか、あと混ぜそばとか油そばとか、その味が濃い系の麺を生卵溶いたやつにつけて食べるのすごいハマってて、二郎系ラーメンとかでもやると思うんだけど、すっごい美味しいんですよ。だからちょっと今日は生卵をこうつけて食べようかなみたいな。はい、じゃあ4分経ったかなと思うので完成させていこうと思います。まず液体スープを、あーマジでお腹減った、やばい、お腹減った、美味しそう。液体スープ入れます。まあだいたい辛い麺はこんな感じでしょ、いつも。赤いのは承知の上ですよ。まず混ぜます。あー美味しそう、美味しそうじゃないですかこれ、やばい。ちょっとこれだけで飲んでみようかな。うん、辛いけど美味しい。後入れ粉末入れます。え、っていうかこんな入れてしょっぱくないのかな、これ。なんか塩分を気にしてしまう私。はい、これで完成です。食べたいと思います。いただきます。美味しそう、なんかめっちゃ美味しそうなんだけど。混ぜた方がいいね、まず混ぜます。はい、いや私魚粉大好きなんだよ、めっちゃいい香りする魚粉の。ちょっとまずスープから。うん、うまっ、やばい、めっちゃうまい。麺いただきます。麺が長い。魚介の激辛系って初めて食べたけど美味しいんだね、めっちゃうまい。なんか今までの激辛はもうすでに口が痛かったりとか喉に来たりとかしたけど、今まだ大丈夫だな、普通の辛いものを食べたレベル。うん、めっちゃうまいんだけど、何回も言うけどめっちゃうまい。唐辛子みたいなピリピリ系の辛さというよりはなんかしびれる系。
うん、今まで食べてきた激辛系の中で一番好きかも。今日ちょっとせっかく生卵用意したのでつけて食べようかなと思います。やっぱ美味しいものはね、二度美味しく食べたいからね。なんか魚介系だったからチーズじゃないなと思って、このスープをたっぷり絡めた麺を入れるわけですよ。これが美味しいんだよね。うん、うまっ、うまっ。幸せすぎる。まあ、卵つけちゃうと全然辛くはなくなっちゃうんだけど、この濃厚なスープとめっちゃ合う。めっちゃまろやかになってさらに美味しい。ちょっとこれ試してみてください。マジで美味しいから。うん、うん、カラカラ魚は辛くないです。私美味しくいただける辛さ。いや美味しい。ちょっと美味しすぎて感動してる私。一回卵つけよう。卵つけるとね、すすりやすくなるよ。むせんないから。マジ美味しすぎて今日のバイトマジ頑張れそう。あれだね、残った溶き卵をこの中に入れて最後飲んでも美味しいかもね。スープはね、私塩分とカロリーが気になるのでスープは残したいと思います。完食しました。ごちそうさまでした。カラカラウオめっちゃ美味しかった。ちょっと激辛シリーズでこんな美味しいって感じたの初めてかな。余計構えてたから余計だけど、辛いけど美味しかった。豚骨、魚介、激辛プラス太麺、この組み合わせがバランスよく一つのこの作品にできてるのは素晴らしい。もう早くこの井の翔さんに行ってお店のメニューで食べたいなと思いました。ぜひ皆さんもお試しください。カラカラがめっちゃ美味しいです。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴海でした。バイバーイ。これはうまいな。石焼きも、お芋。